おはようございます。2012年8月16日木曜日6時5分になりました。いよいよというかお盆ももう過ぎてですね、そろそろこの週末とか今日あたりから日常に戻りつつある世の中ではないでしょうか。夏休みとかね、お盆休みとかも終わって、まあこの今日明日あたりはなんかちょっとまだぼやっとしてるかもしれないですけど、来週からは本格稼働っていうところかもしれないですけども、ただまあまたね暑くなってくるみたいで、このね気候の変化というかなんかすごいことになってるんで全く読めないですよね。例年の夏というのと全然こう比較しようがないというか、過去の経験体験っていうのは役に立たないというかですね、なんかそんな感じがするんですけども、まあそれはね IT 業界なんかも同じで、過去の経験体験なんつうのはどんどん意味がなくなるというか、サービスとかね、いろんなものがあまりにも激変しているので、どんどん予測がしにくくなってるんですけれども、さて、今日ピックアップするのは IT メディアニュースからこちら、分かりにくい利用規約の注意ポイントを教えてくれる評価サイト TOSDR と読むのかな、正式名称はどうも Terms of Service Didn't Read っていうね、名前らしいんですけれども、まあいろんな利用規約、特にネットの利用規約、ネットのサービスですよね、Facebook、Twitter、Ustream、その他、まあ、いろんなサービスとかゲームとかなんとかかんとかの利用規約とかプライバシーポリシーだとか、もうなんかすごい分かりにくいですよね。まあそれをですね、評価するサイトっていうのができてきて、これまだ全部ではないみたいなんですけども、まだこういうそのところでそれぞれの、まあこれ例えばこれ Twitter とか Twipict とか Facebook とかね、こういうところのどこに注意しなきゃいけないのとか、どこら辺は OK だけどこれはちょっとどうなのかなみたいな、こういっぱいこう評価として書いてあるんですね。でまあこういうのが出てくるぐらいですね、ネットのサービスっていうのは非常に分かりにくいその利用規約になっていると。でまあこれはですね、ある意味その分かりやすくあり分かりにくくありっていう、そのなんていうんですかね、一種のこれジレンマなんですよね。こういう法律用語みたいな、まあ、利用規約みたいなのって、まあ、何かあった時のための予防線を張ってるわけで、言い換えればその法律のようにそのできるだけ多くの人が誤解しないような表現っていうのをいっぱい作ってあるわけですよ。でそれでかつその今現時点ではわからないけども、将来的に可能性としてその部分をもひっくるめて、そういう使い方ができるできないとか、どこまで保証するしないとか、そういったことがこうこと細かく書かれてるわけですね。でどんな人が読んでもこう勘違いをしないようにということをやればやるほどですね、実は言葉そのものが曖昧になっちゃってるんで、それをこう厳密に定義しようとしてどんどんこう文章としては複雑になると。この辺が利用規約の難しいところというか悩ましいところなんですね。みんなにこう分かってもらいたいっていうのは作ってる人たちはあるんですけども、ただ分かってもらいたいとすればするほどこう勘違いさせてはいけないというので、よりこうこの場合はどう、この場合はどうみたいなのがいっぱいこう入ってくるとですね、どんどんこうややこしくなってくると。なかなかその世の中の出来事というか、まあ人が利用するのでね、人のその人の価値観とか、その何て言うんですかね、その時の感情みたいなものまで入ってくるんで、それを排除した文章にしようとすると本当もうこれは
分かりにくいものになっちゃうと、うん、数学の数式のようにこうね、極めて、論理的に書くっていうのは言葉では本当に難しいので、どうしてもそうなっちゃう。でまた特に日本語になればさらにその曖昧さを増してくるので、このあたりをどうするのかっていうのは本当ね、悩ましいところですよね。で、まあ、一方でそのじゃあ利用規約をそのしっかり理解したとして、それからこう基本的にはね、当然その利用規約をしっかり読んで理解した上で、その後利用規約に承諾して、サービスを利用するっていうことでやるんですけれども、ただじゃあ、その利用規約で承諾できなかったサービス利用できないっていうのもまたこれまたこれ難しいところで、特にまあ、Twitter だ Facebook だっていうのももう最近はかなりそれが使えないっていうのは困った状態ではあるんですけども、そうでなくても例えばオンラインの通販とかね、そのダウンロードサービスとかね、そういったものの利用規約の中で納得いかないからって言って、それで、納得いかないってなったら、じゃあ利用しないでっていうだけになってしまうので、そこら辺もね、その読んで理解したところで、なんか納得いかんなと思っていても、それをそのじゃあその納得いかないとこを外して利用できるのかって言ったらそれはできない。この辺がだからそのある意味利用規約っていうのを納得しなかったら使えない、使えなかったらそのいろんな意味で不便になってしまうというと、読んでも意味ないやんっていうのも確かに一方であるんですよね。このあたりは本当にその難しいところですね。その選択肢の一つであるのは事実なんですけども、サービスによってはその選択肢にならないと、ね、例えば問題になっている、問題になっているというか、その日本なんかでも電気ですよね。その今の電力会社から買う以外ちょっと方法がないですよね。一般家庭においてはその第三者から電気を買う、その例えばまあ、今私関西ですけども、関西電力の電気使うのが嫌やと、関西電力の利用規約というか契約書の中で納得いかないから、だから他の会社から電力を買いたい、他の会社の電力を使いたいと言っても、もう選択肢はないわけですよ。で、まあ、それと同じようなもので、インターネットのサービスのものによっては、その使いたくないと言っても、それを選ばざるを得ないっていう状況にもあったりするわけですね。で、まあ、何度も言ってるかもしれないですが、ここの例えば京丹波町のブロードバンドをある程度あの速い回線を使いたいと思ったら、ここはですね、町営のケーブルテレビのインターネットしかサービスエリアになってないんですよ。そうするとそれ以外の選択肢ってないので、もう利用規約で嫌であろうが何であろうが選ぶしかないというところがあるわけですね。まあそういう、それぐらいもネットのサービスとかそういうものってこう生活に入り込んできてるので、まあこういうなんて利用規約の中身をね 100% 分かったからといって、それで何かが解決するのかっていうと、分かっててもやっぱりその利用せざるを得ないと。まあどちらかというとそのね、何をやってはいけないかとかその辺をこう理解しといて使うしかないんだろうなと。ね、ものによってはその、禁止されてる使い方とかっていうのもあったりとかいろいろあるんで、そこら辺をこう理解しとく、またお互いのそのリスクヘッジというか責任がどこにあるのかと、分かれ目がその辺をこう理解して使うというぐらいしか利用規約って実は読むとこはないんじゃないかなというのは私は思ってます。まあ大体私はですね、一通り利用規約って目を通すようにはしてるんですけども、ポイントとしてはまあその辺かなという感じですね。今日はちょっと長くなりました。ということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。